まあ、今回どこに隠れようかな。今回なんかいつも角っこばっか隠れてるから、なんかちょっと大胆にちょっと真ん中ちょっと隠れてみようかな。はい、鬼スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、マイトくんです。どうもこんにちは、マイトです。まあ、今回ね、あのスプラトゥーン2でこの新マップで隠れんぼやっていきたいと思います。まあね、今回もね頑張って隠れながらね見つけてもなんかいろいろやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いいたします。行きましょう。さっき鬼やってた時に、あのリスのところに行くのって結構難しいんですよ。網行かないといけないから、だから俺そっちのリスの方行きます。あー、ありかもしれないですね、それ全然。かくれんぼ鬼俺はなるっていうことで、はい、どうもダウンスターです。かくれんぼ本気出します、頑張ります。結構ね捕まってるんで、本気で絶対に捕まんないように頑張ります。よろしくお願いします。始まりました。さあ来い、くる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 。はい、どうもわらです。さあ今回ね、このかくれんぼ角ね3回2回目ということでやっていこうと思います。まあね、もう最後まで隠れればもうそれだけで満足なんでね、やっていこうと思います。じゃあ行きましょう。あっ、あっ、あれ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 、やばい、来た。あー、近いよ。はい、どうもちりんねこです。これでも私ね、かくれんぼの鬼と呼ばれてたことがあるんですよね。うん、ただじゃんけんが弱かっただけですけどね。よろしくお願いします。結構細かく塗られてますね、ここら辺ね。大概この上とかにいそう。いない？いないっすか？上。ハロー皆さん、こんばんは、プチプチです。最近の悩み事なんですけど、あのものすごくなぜか知らないけど歯ブラシを使うときに歯ブラシの毛先が曲がる。ハロー皆さん、こんばんは、プチプチです。今回もですね、実況者の皆さんとかくれんぼやっていきたいと思います。今一寸帽子いたよね、あれ絶対一寸帽子だと思う。いや、マジ一寸帽子だ、絶対マジ。じゃあ皆さん隠れますか。隠れましょう。行きましょう。マジ行こう。やっちゃいましょう。プチプチさんをあって言わせますよ、もうみんなで。いや、やっちゃったらダメ。倒したらダメだからそれ。やっちゃったらまずいっすね。隠れ切りましょう。じゃあ今回ですね、なんと新マップが出ました。その名も忘れた。とりあえずですね、船が出ました。船のステージですね。まあ船のステージって言ったらもうパイレーツオブカリビアンしかないね。一つ多分ジャックスパロー役の人が多分この実況者の中にいるはず。俺は絶対信じてるからな。絶対ジャックスパロの話し方真似して喋ってやつ絶対いると思う。信じてるからな。信じてますよ、わらさん。わらさん信じてますからね、わらさん。ちょっとね、いいポイントあるんですけど多分バレてるんですよね。そうだね、バレてるんですよ、普通に。いいポイント、あの船の上。あ、これこの上。さっき鬼やってた時に、あのリスのところに行くのって結構難しいんですよ。網行かないといけないから。あーですね。俺、そっちのリスの方行きます。なるほど。時間に余裕つっとかないとリスのとこまで行けないんで。あ、まあ確かにね。行かせない作戦で。え、戦艦がある。え、なんかさ、明らかに作りがなんかお風呂で浮かせるおもちゃみたいな感じの作りなんだけど。あー、なんかきっと安いだろうな、あれ。多分1200円ぐらいで売ってそう、あの船。今回どこに隠れようかな。今回なんかいつも角っこばっか隠れてるから、なんかちょっと大胆にちょっと真ん中にちょっと隠れてみようかな。あえて真ん中に。あえてガチのあえて真ん中に。じゃあ、あえてその横に行きますね、じゃあ。あ、いいですね。あえたな。それ二人バレるかバレないかですね、もう完全に。そうですね、どっちかが片方バレたら終わりですからね。そうです、多分あえてどっちか行くと多分もうここいないだろうと思って。確かに行く可能性があるからね。海よ、俺の海よ。さあ今回ですね、久しぶりのブリのブリにチリネコさんというね、マイクラ実況者の方とコラボっちゃうんですけど、まあね、彼は本当にね、奇想天外。もうなんて言うんだろう、もう例えるとアニメキャラクターに例えるとまさにクレヨンしんちゃん。そう、彼はものすごくねクレヨンしんちゃんに似てはいません。ところでね、そのチリネコさんをちょっと本当に探したいと思います。スタート。はい、鬼スタート。無理だ。あー、オッケー、ここでいいや。また同じとこ行っちゃった。うわ、これ難しいな。さっきまで僕隠れる側でやってたんですけど、かなりですね、ここは隠れる場所がものすごく少ないです。だから俺は見つけられる。今日こそ絶対に捕まえてる。最近ね、名探偵コナンのあのあいつ、あのね、あの犯人
犯人のねコスプレをねあのしたい年頃、うん、なんかあれねやってみたい。一回全身黒タイツ履いてあの犯人やってみたいね。わかる？わからないか。わわわわわ近づいてるよ。大丈夫ですか？これはマイトさんがやばいんじゃない？真ん中危ないんじゃないこれ？ヤグラ塗るかなこれ。やばいなこれ。いや塗ってきそう。このペースだったら来るよ。いやだってこれめっちゃカード塗ってるもんこれ。塗ってますよね。あこれやばい。来るよ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 切ってくる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 。おっとマジかよ。マジかよ最悪だ。最悪だワンチャンもたまる。あー結局どっちもやられるっていう。本当にいたいた。イエーイマヒトさん確保。マヒトさんね、あ、ここいるんじゃない？たくさん。はーい、わらさーん。へっへっへっへ。わら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 。あんまり面白くない。ね、大概この上とかにいそう。いない？いないっすか？上。いないっすね。こっちか。うわー、マジいない。どうしよう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 ドラえ。あ、ちぃのこさん。おい、来た。あー、近いよ。カードめっちゃギャン塗りしてるからな、ほんとに。めちゃくちゃ塗ってますからね。ガチでやな。隠れんぼガチでやな、感じある。隠れんぼの達人。もう何を目指してんだろう、ほんとに。ほんとに。こっち来たんだけど。来たけど。あ、そっち行った。そっち行った、そっち行った。おっとおっとこれはダウンさんやばいぞ。近いよ近いよ近いよ。あれあれあ見られた。あ、あれあれあれあー煽っていく。煽ったないな。さあ、いないですね。やばいぞこれは。なんかさっきみんなが隠れた場所にいるかもしんない。ここら辺とかいないかな。いない。ちり猫さんがいない。あれあれ、うん、綺麗なお尻。はーい。ダウンさん、ちり猫さんはどこ。チリチリしたいのに。俺ちり猫さんの髪の毛をチリ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 ねじりたい。そんな欲望が男子高校生17歳の将来の目標であった。煽っていく。あと20秒。これ勝ったんだよちり猫さん。おキリキリ、これいいっすよ。どこにいるか分かんないけど。いやーまだ分からないよこれ。おじいちゃん来た。もうちょっとで死ぬかもよこれ多分。マジいないんだけど。やばいどうしよう。なんかさ、みんな同じとこに隠れてるとかないのね。マジやばい。おい待って。あ、2、1、2。ジン食べたいな。今日の朝キュウリしか食べてなかったから人参食べ。というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。いや、かくれんぼほんとね面白かったです。じゃあ個人個人自己紹介じゃなくて個人個人感想をちょっと聞きたいと思います。じゃあ今回あの初登場でもう二度と多分参加しないかなと思われるチリネコさん。は？来るよ来たいっすよ。はい、やります。あ、チリネコさんどうでしたか。あ、ですね、とりあえず海が綺麗でしたね。あー、じゃあ、あ、確かにそれは言えてますね。うん、そうですね。なんか地球の素晴らしさを伝えてくれるコースでし、コースっていうかステージでしたね。そうですね、海鮮丼が食いたい、そんな気分でしたね。はい、以上です。ありがとうございました。じゃあ、わらさんどうでしたか。いやー、マンタマリア号をね、ずっと乗ってみたかったんですけど、やっと乗れてよかったです。いつから乗りたいと思ったんですか。あれもう3年ぐらい前なんですけどね。あれからもうあー行ってたよね、そういえば3年前。そうですね、3年前か。そう言ってたんですけどね、やっと乗れて満足しました。ありがとうございます。いやでも本当それはすごいわかる。僕もなんかもう小学校の頃から乗るのが乗るのが夢で、なんかずっとおもちゃで遊んでたんですよ。マンタマリア号のおもちゃで。わかります。お風呂に浮かして、お風呂に浮かしてこうブーンってやってね。あ、ブーンではないですね。ブーンでしたね。はい、はい、ブーンではない。はい、はい、オッケーですね。じゃあダウンさんどうでしたか。はい、いや実は俺途中で不正しちゃったんですよ。死んだの気づいてました。はいはいはい。またなんか聞いてくれないんだけど。いいですよ、話聞いてますよちゃんと。はいはいはい。じゃあマヒトさんどうでしたか。僕はもうなんかもう本当になんかやっぱステージがステージじゃないですか。なんか本当になんか海賊になりたいなとやってて思いますね。はい、なるほど。
俺はマヒマヒしながらマヒマヒして海賊王になるみたいなね、ありますね、そういう名言。ありますね。ないですね。というわけでまたね、こういう機会があったこのメンバーでやっとこうと思います。もし動画面白いなと思ってくれたらチャンネル登録、高評価ボタンで、皆さんのチャンネルは概要欄にあるので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では一回よろしく、一回よろしく、一回よろしく。